個一個にそのデータが詰まってて、よーまたーカメラ OK、 サブ OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、届きました、こちらゾゾマット。皆さんこのゾゾマットって知っておりますか？アプリを開くとなんか計測とかいうなんかそういう文字が出てくるんですけども、そこを見るとですね、ゾゾマットを使ってあなたにおすすめな靴を紹介しますっていうです、広告が入ってくるんですけども、気になっておりました。まあ、実際にですね、ゾゾマットを取り寄せて靴を買ってみようと思いました。確かにね、今までなんですが、靴ね、実際店舗に行きまして靴を探して、あ、これいいかなと思って取ったらね、サイズ違うじゃん、ねえじゃねえかよ、おい時間を返してくれよみたいなね。あとインターネットってやっぱりそのたくさんね、靴の種類が多種多様出ているかと思うんですけども、足をね入れてみないとわからないところってあるかと思うんですよ。例えば同じね26でもメーカーが違うとちょっと締め付け具合とか広がりとかがちょっと違ってね。はい、で今回紹介するゾゾマットをこちらを使うことによって、今お話ししましたものが全てバーンと吹っ切れます。では早速開封していきたいと思います。まさか封筒で来るとは思いませんでした。こちらなんですけども、カッターハサミ禁止と書かれておりますので、手でここからペリッペリペリペリッとで、中を見ますと1枚から、そしてペラ紙が入っておりました。ゾゾタン、かっこいいぜ。この黒にね、白文字、いや好き。はい、なんだこれは。そしていきます、いでよ、来ました。足でけえな。ざっくり言うと、足を乗せてスマートフォンを使って計測すると自分ぴったりの靴を探しちゃいますというですね、まさに魔法です。これ自体はなんか魔法陣みたいな感じですね。このプツプツなんですけども、それぞれですね点の位置が違うんですよ。一個一個にそのデータが詰まってて、それをスマートフォンで取り込んで計測するんですよ。いやほんとシンプルだね。ゾゾマットは滑りやすい素材でできております。靴下やストッキング等を着用した状態だと状態または転びやすくなるので気をつけてくださいというわけですね。はい、ということで実際スマートフォンの映像とどういった形でやってるのかというものをですね、分かりやすく動画で撮っていきたいと思います。早速ゾゾマットこと魔法陣を、はい、こちらです。はい、こちらのアプリにですね、足を計測するとありますので選択します。同意します。3、2、1、はい、計測を始める、押します。はいよ、足の上からスキャンします。画面上の円とマットの円を重ねてください。はいはい、緑のフットネイル大丈夫です。グリーンスクリーンみたいな感じなんで、こういったところが注意ということですね。じゃあ次行きましょう。座ったままだと誤差が感じられます。はいはい、じゃあ早速計測していきたいと思います。ここに置く、でこいつに合わせる。画面上の円とマットの円を重ねてください。はい、 OK です。この後計測中は足を動かさないでください。はい、OK。 ここからは音声のみでご案内します。赤の方向からスキャンしてください。はい、ゆっくり黄色の方向まで移動させてスキャンします。はい、OK。 ゆっくりと動かしてください。つるつる、 OK。 左足の計測が終了しました。 OK。 OK。 45度、 OK。 できました。お疲れ様でした。これで計測終了です。お疲れ様でした。今表示中ですね。計測が終了しました。では早速結果を見ていきたいと思います。結果を見る、はい、というわけで 3D データがされました。すごいよこれ。24なの？ 25.5 度が普通に買ってたんですけど、今まで。あなたの足の詳細は、ギリシャ型。嘘でしょ。あ、本当だ、中指が長い。ギリシャ型です。日本人の中で 2,3 割がこのタイプと言われております。で、足の広さはまあ細め、標準的な高さですね。で、はいはいはい、24.8 と 24.9、 多少それぞれなんか左右で誤差はありますね。え、これすごっ、 3D 化されます。すげえ。お、ズームもできる。では相性のいいスーズ、シューズを、見ていきたいと思います。はい、
というわけで、出てきました。お、来ました。相性の良さは 94.8%。 M996 かっこいい。これピューマのね、お、ナイキ。実際にですね、パーセンテージが高いものを購入していきたいと思います。でですね、職場に履いていく靴と、ちょっとおしゃれ靴、この2種類を買っていきたいと思います。で、革系先に見よう。92%。いや、でもこれ絶対高いぞ、高いぞ。サイズ26。ね、26のサイズが合うというわけなんですかね、これね。いや、1万円は出せないなぁ。あー、これ系欲しいかもしんないな。いくら、いくら ?8000 円か、まあ、まあ、まあ、いけなくはないけどね。あー、かっこいいな。これ絶対高いぞ、これ。安っ !2958 円か。あ、これ結構いいかもしれないな。89% の相性と。あ、高い !18315 円。あ、でも俺だんだん下がっていくんですね。あ、ここまでか。ちょっと他の見てみよう。あ、スニーカー欲しいな。これも癖が強いな。癖が強いな。2万これ、ピューマとか、これ高いでしょ。あ、意外と安かった。5940円。あ、これ系、これ安いでしょ。これ安いでしょ。あ、でもこれでも8000円すんだ。カラーバリエーションは、おうおうおう、相性度があるのね。 26.0 とか、次行こうか。癖が強い。あ、これいいかもしんない。この色の黒良くない？これいいな。これいいかもしんない。白は多分汚れやすいから。あ、でもなんかおしゃれだな。あ、これだな。11% オフで26あるのか。まあそこだよね。でもパーセンテージが 93%。 これはいいぞ。あるのか。お、あるオッケー、カートに入れます。いっと、おシャレ靴と入れまして、まあ安めだな。価格安い順に並べてもらって、いや1500円か。靴で服出てくるやないかいな。下駄とか出てくるし、でもちょっと女子とか出てくるし、ちょっとこれテカテカだけどさ。いや、これ安いな。でもこれテカテカなんだよな。ああかっこいい。か、ああ、あり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 、この色あり。ちょっと待って、ああ、これもありだな。あ、これもありだな。これいきます。25.5 が一番ベストね。で、色がね、何があるかだよね。ちょうどセール価格。25.5 ね。25.5。あ、ブルーもいいなら。おー、あー、でもレッドは違うかな。で、白かっこいいけどな。多分すぐ汚れたらな。いや、これいきます。今回、この2点を購入することにしました。合計7336円ですね。と、パーセンテージとしては、89% の相性と。そして、93%。 よし、じゃあこの2点を購入していきたいと思います。送料が210円。はい、じゃあ注文確定したいと思います。はい、というわけで購入しました。ありがとうとですね、猫が走っております。はい、というわけで到着を楽しみにしていきたいと思います。ゾゾタウンから来ました。ちなみにゾゾタウン、なぜゾゾタウンと、まあ、タウンはね、わかるよね。町、ゾゾ、わかりますか。想像のゾ、そして想像のゾ、ゾゾタウンということで覚えておいてください。テストに出ます。はい、というわけでですね、早速靴開けていきたいと思います。注文した商品何だったっけっていうぐらい忘れております。にしても箱でかくない？相当でかいよね。オープン。ナビ何してる？業種書ですね。クラシカルなプレーントゥーオックスフォードシューズ。そして、コンバース、ネクスター、スニーカーですね。これかな？こちら、少し大きめの箱で、オープン！お、じゃじゃん！来ましたー。まずは、1足目、こちらでーす。はい、茶系の靴ですね。これはもうザ・シンプルになっておりまーす。もう一つがですね、意外と小さかったです。コンバースオープンばかり。というわけでこちらです。紐をね、つけたいと思います。ちょっとこれ多分時間かかるんで、紐を縛りました。裏はですね、ガッチリとしておりますね。はい、はい、ではですね、肝心な履き心地チェックしていきたいと思います。ここが重要です。まずですね、こちらからいきましょうか。サイズがですね、 25.5 となっております。まあ、普段監督が買うサイズと一緒なので、おそらく普通にぴったりになる可能性が高いかと思います。あ、皮がついたら硬いな。これちょっとまだ剥がさないでいきます。はい、というわけで靴履きました。あー、
いいですね。ズバリですね、最高なサイズ、うん、自分にめちゃくちゃ合ってる感はしますね。きつすぎでもなく、ブカブカでもなく、ちょうどいい感じですね。こちらかなり大満足ですね。サイズ感的にはかなりいいかと思います。ではもう一個行ってみたいと思います。次はですね、こちらなんですが26サイズということで5センチ大きいサイズなんですよね。果たして合うのかというわけでちょっと確かめてみたいと思います。はい、これもいい感じですね。はい、とてもいいですね。あ、いいですね。というわけでこちらもですね、かなり履き心地がいいサイズ感となっておりました。かなり満足しております。現在ですね、この ZOZO マットは無料でゲットすることができますので、興味がある方は ZOZO タウンのサイトに入りまして ZOZO マットと検索しますと必ず出てきますので、興味がある方はポチッとしてみてはいかがでしょうか。発送予定日はですね5日から10日前後となっておりまして、監督の北海道ではですね約8日後に来ました。現在ですね、返品無料キャンペーンもやっておりまして、この ZOZO マットとこのスマホアプリで両方で計測したもので合わなかったよって方はですね、返送にかかる送料も含めて無料で返品できるということで、興味がある方はですねぜひ買ってみてはいかがでしょうか。そんなわけでですね、かなり大満足です。ただですね、靴の種類がやっぱちょっと限られていますので、ZOZOさん対応してる靴をですねもうちょっと増やしてほしいなと思いました。はい、というわけでですね、この監督ラボでは自分が好きなものだったりエンターテインメントだったりですね、損得なしにいいものだけを紹介しております。興味がある方はですねぜひチャンネル登録をポチッと押していただければ嬉しいです。いいねもよろしくお願いいたします。監督ラボの監督です。ではまた次の動画で会いましょう。ZOZO、ZOZOタウン経由で、今、これ大丈夫？レッド、グリーン。きつすぎでも、きつすぎも、ZOZO サイトの最、というので、かなり在、かん。クラシカル、プレーン、トゥー、ツー、フォー、オールウェイ、ブラウン系、その他。